Well, I would like your best fish and your best beef. お魚とお肉とお魚ということで。そうです。何か甘いもの最後にデザート。デザート。Oh wow. Very nice. Okay.お水はお水なの。お水はお水です。お水はお水。美味しいお水を使ってますが。うん。That's cool. 大トロ、こうサラダっぽくなってるので、それを乗せていただいて、マイ。Now a bigger bite. ちょっと大きいけど。I'll go the whole thing. 手でも大丈夫です。全部バクっていきます。I eat a lot. いや、でも退職ですから、ご心配なく。It's delicious.And I can eat this alone. これも食べていいのね、はい、もちろん。もちろん。はい。うん。Excellent. とっても美味しいです。なるほど。Very good. 召し上がってください。Yeah. うん。That's delicious. あのキノコとかもあるので、うん、ぜひともその。That is delicious. お肉と一緒にご飯も少し。日本式なのでこれ。That is excellent. And do I just go like this? うん、硬いですね。はい。Oh, wow. Oh, そうすると凍ってる粉末のものもアイスなんです。そのパウダーをイチゴの方に振りかけてもらって一緒に全部。Like that? いちごはこれ日本を代表するフルーツだと僕の中で思ってまして。すげえ。And I love strawberries. 大好きです、いちご。These are incredible. I love dessert too. もう甘いもんも目がないので。甘いもん好きなんですね。These strawberries are. もう本当いちごがとっても美味しい。うまい。うまい。うまい。はい、カトリックの草井君どうもありがとうございました。うまい中続いて木村。 Let's start here. Yep. ドライトマト、クロオリーブ、ケッパー、アサリの実で作りました。あとはフルーツトマトの上にモッツァレラチーズを乗せたものを作ってみました。うまい、うまい。 That's delicious. そしてこちらが、本マグロ、そして、牛ヒレ肉、牛タンを、有機野菜と一緒に蒸してます。そちらの牛肉とトロはわさび&醤油で。いかがでしょう。美味しいでしょう。美味しいですよ。そちらはこちらで、これはお味噌ではなくてポン酢なんです。ポン酢をムースにした状態のポン酢を作りました。うん、召し上がっていただいた牛の肉とマグロを一緒に召し上がっていただこうと思って動きました。一番下が茶碗蒸しになってまして、茶碗蒸しの上に玄米ですね。玄米はすごく体にいいので。いろんな豆を使いまして、まあ豆乳ですね、杏仁豆腐みたいなプリン状にしました。とってもヘルシーな。Wonderful. こちらいちごに周りを飴でコーティングしたものです。Delicious, huh?